任せてくれ。よし、頑張ろう。
我が子、すまない。私はいずれお前に。だが、それでも、それ。起きるんだよ。早く起きないと、遅刻しちゃうよ。あ、やっと目開けた。おはよう、じゃなくて、遅いよ。この寝坊スケをペパーミントより遅く起きるなんて、もう。あと5分。おバカ、もう始業の鐘鳴ってるんだからね。ほら教室に行くよ、急いで。遅れました。ちょうど授業を始めるところだった。遅刻とはいい度胸だな。2年生になって気が緩んでるんじゃないのか。お前はまだまだ見習いの錬金術師なんだぞ。ごめんね、ベルガモット先生。私が代わりに謝るから許してあげて。まあいいさ。遅れた分、腕前を見せてくれるんだろ。今日の授業は祭祀と調合についてだ。まずは各自5分後に正門前に集合。今度こそ遅れるなよ。ではまた後でな。こわー、次遅れたら何をされるか。とんでもない成績をつけられてもおかしくないよ。急ごう、今度こそ正門前に急ごうね。来たな。他のものも揃っているな。では早速授業を始めるとしよう。まずは復習から。お前たちが学んでいる錬金術はマナを付与することで材料を変質させ新たなものを作り出す術だ。材料と材料の絆を結ぶ絆の術だというものもいるな。まあそれは今は置いておこう。調合の完成品は使った材料の品質に大きく左右される。つまり錬金術の肝は使う材料というわけだな。その材料を拾う作業こそが今からお前たちにやってもらう祭祀というわけだ。では実際に体を動かしてもらおう。まずはウニを採取してみろ。指を画面に置いてスライドで移動だよ。
っちこっち、ここにウニがありそうだよ。トゲ結構痛いんだよね。先生から拾ってこいって言われたのはこれで全部？じゃあ、先生、先生、必要なもの拾い終わったよ。そうか、見せてみろ。うん、これなら質は問題ない。はっはっは、さすがはといったところだな。あ、ジョーンズワート先生だ。こんにちは。こんにちは、ペパーミント。相変わらず今日も元気に飛び回っているみたいだな。学園長、何か緊急の要件でも？いや、授業を視察に来ただけだ。特に愛しい教え子が寝坊してはいないかとな。ぎく。まあ少しくらいなら構うまい。寝る子は育つというしな。親愛なるアカデミーの錬金術師の卵たちよ、みんな仲良く錬金術に励むのだぞ。錬金術は絆の術。材料と材料の絆、そして人と人との絆。絆を育むことこそ錬金術の成長に最も重要なこと。将来偉大な錬金術師になるために頑張ってくれ。はい。ではベルガモット先生、後のことは頼んだぞ。はい、学園長。さて、授業の時間はまだ残っている。学園長の激励もあったことだし、追加の課題を出すとしよう。それは別にいいんじゃないかな。どう思うでしょ？いや、そんなことはないさ。錬金術に強い憧れを抱き、常に努力を続ける模範的な生徒だ。よもや課題を嫌がるなどと。はい、強制だ、強制だ。これ人聞きの悪いことを言うな。そうだ、材料の中には魔物を倒さなければ手に入らないものもある。皆にはそれを採取してきてもらおう。ああそうだ、迷いの森にボルフという魔物がいる。その魔物が落とす獣の皮を取ってこい。戦闘の基本は教えたはずだが、くれぐれも気をつけてな。はーい。倒しちゃおうよ。錬金術の力見せてやる。戦闘は素早い順に行動するから、左上のアイコンをしっかりチェックするんだよ。右上のボタンで早送りができるから、急いでいる時にはタップしてね。
僕たちの勝ちだ。やっぱりプニプニなんて余裕だね。さあ、ウォルフを探しにもう少し奥に行こう。あ、いた！ボルフ！けど、なんか普通のボルフより強そうな。みんな、油断するなよ。はっ、全然ダメージを与えてないじゃん。ウニを使って。ウニ、やったー。でも、もうウニがないよ。やっと見つけた、ボルフ。おとなしく私の魔法に焼かれなさい。ソレル、大声を出したら逃げてしまう。って、嘘、あなた傷だらけじゃない。どうしたの？回復しますね。大丈夫ですか？さあ、私にタイミングを合わせてスキル攻撃よ。とっておき、行くわよ。決める。僕たちの勝ちだ。なんとかなったか。ボルフにしちゃ強かったわね。ねえ、普通の魔物とは何かが違ったような。それより大丈夫ですか？今にも死にそう。見えりゃわかるわよ。大丈夫？アニス、回復魔法をかけてあげて。はい、わかりました。では。あんたは別に怪我してないでしょ。ねえ、どうしてこんなところに？ベルガモット先生からの課題なの。ウォルフを倒して獣の皮を取ってこいって。そうでしたか。私たちも課題の最中でして、魔法家と秘跡家合同で魔物を倒してこいという。偶然とはいえ助けられてよかったわ。友達に感謝することね。まあ、とにかくこれでみんな課題は終わりかしら。
ちゃんと獣の皮は剥いだ？さっきちゃっかりやってたよ。というわけで錬金術家の課題も完了です。では一緒にアカデミーに帰りましょうか。道中魔物が出るとも限りませんからね。そうね、そうしましょう。あー、お腹すいた。晩ご飯何食べようかな。ん？帰ったか。先生、獣の皮を取ってきたよ。褒めてあげて、褒めてあげて。あー、よくやったと言いたいところだが、残念ながら材料を採取しただけでは授業は終わらん。教室に行くぞ。次は調合のやり方の復習だ。わかりました、先生。先生、もう行っちゃったよ。ベルガモット先生はやっぱり厳しいわね。そうみたいですね。頑張ってくださいね。こっちだ。今さら言うまでもないが、道具の調合は釜を使って行う。まずはメニューから調合レシピを開くんだ。先ほどの課題でアニスヒソップに傷を癒してもらったそうだな。頼れる仲間がいることは何よりだが、傷薬の調合方法を確認した方が良さそうだ。傷薬ヒーリングサルブを調合するには朝露の雫とヒース草が必要だ。ヒース草は島のあちこちに生えている野草だ。朝露の雫は夜が明けたばかりの頃合いのみ採取できる貴重な素材だ。茂みがキラキラと光っているのを見つけたら積極的に採取するといい。これらの素材を釜に入れたら調合開始だ。さすがは成績優秀者なだけはあるな。そりゃあね、子供の頃からアカデミーで暮らしてるんでしょ。ちっちゃい頃から錬金術を見て過ごしてきたんだから、もう慣れたもんよね。ソレル、まだこちらは授業中だぞ。ねっへへ、すいません。まあいい、今日の授業はここまでとしよう。復習は怠るのよ。お疲れ様です。この後はどうしますか？あ、お茶でもしに行く？また新しいお店見つけたのよね。ああ、いいねそれ。ん？だいぶ疲れてるでしょ？今日はやめときなよ。ね。そっか。そうよね。ごめんごめん。じゃあ、新しいお店はまた今度ってことで。ゆっくり休んでくださいね。それでは、おやすみなさい。うん。おやすみ。また明日ね。今日は大変だったけど、よかったんじゃない？だって珍しくベルガモット先生に褒められたんだし。ふふん。ねえねえ、これならあっという間なんじゃない？みんなの期待に応えられる立派な錬金術師になりたいっていう夢もさ。いや、まだまだだよ。まだまだ？そうかな。私はそうは思わないけど、この私が見込んだ人なんだから。
絶対、絶対すごい錬金術師になれるって。だから、今日はおやすみなさい。ほら、朝からたるんでるわよ。アカデミーの生徒たるもの、ピシッとしなさい。あ、ヘーゼルだ。あたし、別に生徒じゃないもん。ヘーゼル生徒会長と呼びなさい。それに、生徒じゃなくても同じこと。アカデミーにいる以上は、誰であれ、しっかりとした立ち振る舞いを。うわ、大きな声。この声って、言ってみよう。あ、こら、待て。さあ、生徒諸君、集まるのだ。今から、我が輩シルバーバーチの新作機械を披露するぞ。やっぱり、シルバーバーチ先生の、いつもの。今日はどんなんなんだろうね。おじさまったら、また変な集会よ。実のメイとして参っちゃうわ。ああ、そっかそっか。先生はヘーゼルのおじさんなんだっけ？ええ、研究者としては一流なのに、どうしてこう、常識を守ってくれないのかしら。よし、だいぶ集まったな。では発表するとしよう。これが我が輩の最高傑作、時空捜索4号だ。こんにちは、時空捜索4号だよ。愛を込めてポピーくんって呼んでね。わあ、すごーい、機械なのに喋ってる。すごいのは会話機能だけではないぞ。このポピー君は任意に時空の歪みを作れるのだ。ごく小型の時空の歪み、つまり異世界への入り口を作り出し、そこから物を取り出す。それがこのポピー君の機能。もちろん安全には最大限気を使っているのだ。なんだ。ああ、おじさまったら、またとんでもないものを作っちゃって。おお、すげえ、シルバーバーチ先生、すげえ。くー、俺もポピーくん使ってみたいぜ。そうだろう、そうだろう。よし、そこにいるヘーゼル。え、あたし？ああ、ポピー君をお前に預けよう。学生諸君の求めに応じ使わせてやってくれ。使わせてやってくれ。はあ、どういうことよ。なんで私が。お前が我が輩の命で、かつ秘跡学科ながら機械に詳しく、かつ生徒会長だからだ。至ってシンプルだな。というわけで、ポピー君を皆のために役立ててくれ。頼んだぞ、ヘーゼル。バイバイ、マイマスター。よろしく、ニューマスターヘーゼル。待て、よろしくしない。逃げるな、おじさま。ヘーゼル、私ポピー君使ってみたいな。こっち来るな。待って、ちょっと待って、待ってってば。たくん、おじさまったらここにもいないわね。一体どこに行ったのかしら。ねえねえ、ヘーゼル、私たちにもポピーくん使わせてよ。
ソレル?いつの間にってみんなもすごく使いたそうな眼差しね。あなたもなの？仕方ないわね。操作方法わからないしな。おじさまが書いたポピーくんの説明書、これ本当に大丈夫なのかしら。マスター、ヘイゼル、心配は無用。僕に任せておけばなんとかなるよ。なんなら今すぐ。ほら、ポピーくんもそう言ってることだし、早速やってみせてよ。わかった、わかったわよ。ったくもう、いつもこうなんだから。ポピーくん、準備はいい？オッケーだよ。何？まず、ポピーくんを使うには、ここを押すと。ポチッとな。なんか空気が変わったみたい。神秘的な空間に包まれているわ。何か変な看板も出てきたけど。気にしない気にしない。歪みを通して何かアイテムを取り出すのだ。すごいわポピーくん。なんて素敵な発明なの。おじさま、見直したわ。準備は OK だよ。あとはコールをくれれば時空を操作してアイテムを取り出してくるよ。え、コール？ポピーくん、お金いるの？僕のご飯は宝石なんだよ。食費を稼がないとだよ。いきなり現実的な展開ね。マスター、ヘイゼル、コールください。聞いてないし。マスター、ヘイゼル、お願い。どうして私がそこまでやらなきゃいけないの？今回は特別に一回立て替えてあげるけど、次回から自分で用意してよね。貸しだからね。貸し。やったー、ヘーゼル愛してる。畜生、おじさま覚えてなさいよ。はい、ポピーくん。サンキュー、マスター、ヘイゼル。ここを押してね。任されたよ。全力を出します。それ。ポピーくんがアイテムを獲得したようね。早速受け取ってみましょう。いろいろあって疲れちゃったね。気晴らしに外行こうよ。外。これでよしだ。あれ、ベルガモット先生、掲示板に何か貼ってるの？おう、ちょっとした依頼をな。掲示板はこまめに確認しているか？この掲示板は学生にとって最も重要と言っていい。何せ
なに大事なものだったんだ、これ。てっきり落書きする場所かと思ってたよ。やれやれ。とにかく掲示板を通じての活動がお前の今後の評価や成長につながる。一流の錬金術師を目指すなら掲示板の確認は欠かさないことだな。だってさ、ねえねえ、せっかくだから見てみようよ。今日の課題とか各種依頼が掲載されているみたいね。とりあえずお得そうなものは受けておいて損はなさそうね。見て、お小遣い稼ぎや困っている人を助けたかったらサイドクエストや依頼、今日の課題などいろいろやってみるといいね。私たちは今メインクエスト第一章オルビウスの探索っていうのに挑戦中なんだって。内容は、ふむふむ、オルビウスってこのアカデミーがある地域だから、アカデミーを出たら達成ってことだね。どうせ外に出るなら依頼も受けて一緒にこなしちゃおうよ。依頼はここから受けられるみたいよ。そうね、今回はこれとかどう？依頼は同時に複数受注可能みたい。何をすればいいのか迷った時のためにここにメモを残しておくね。クエストクリア。こんな感じで依頼なんかをこなしていけばいいのね。簡単じゃない。クエストや依頼は定期的に更新されるみたいだから、こまめにチェックしていこうね。とりあえずいろいろやっていくとアニスやソレルたちとも出会うかもね。アカデミーに戻りたいときはマップを使うと楽だよ。さあ、まずは早速お散歩お散歩。おお、君いいものを持っているじゃないか。あ、そういえばさっきベルガモット先生がリュックに何か入れてくれてたよ。それは回復アイテムのヒーリングサルブと攻撃アイテムのウニボールだ。戦闘で使うアイテムは事前に装備しないといけないんだ。じゃあメニューからパーティーを開いてごらん。左上をよく見てみろ。マニュアル、オートというカテゴリーがある。マニュアルは戦闘中任意に使用できる枠。オートは戦闘中オートアイテムアビリティを持っているキャラクターがいる場合のみ一定確率で発動する枠だ。今回はマニュアル枠に装備してみてくれ。戦闘中任意のタイミングで使うことができるぞ。まずは空いているスロットをタップ。先生が君に持たせてくれたのはヒーリングサルブとフニボールだな。フニボールは戦闘中に使うと敵にダメージを与えることができる攻撃アイテムだ。敵にダメージが与えられない場合やスキルが打てない時などに重宝するぞ。簡単に作れる割にかなり役立つから、素材を集めて優先的に調合するのがおすすめだ。
今回装備するのはウニボールにしよう。じゃあウニボールを選んでくれ。決定ボタンを押して終了だ。回復アイテムのヒーリングサルブもマニュアル枠に設定しておくことができるぞ。それじゃあ道中気をつけてな。どの依頼にしようか。錬金術の力、見せてやる。はっ僕たちの勝ちだ。クエストクリア。錬金術の力、見せてやる。はっ、これで決める。
僕たちの勝ちだ。Thank you.
どの依頼にしようか。俺たちもだいぶアカデミーに慣れてきたよな。そうだな、売店にパンが並ぶ時間も把握したし、もうすっかりアカデミーのプロだよな。うんうん、新入生たちもだいぶ馴染んできたわね。1年前を思い出すわ。そうですね、私とソレルは幼馴染でしたが、アカデミーからですもんね。生えたたきで思いっきりソレルにはたかれたっけ。それは忘れなさいよ。いいじゃない、それをきっかけに知り合えたんだから。そうだ、そういえばその時あの方たちと同じようなことを言っていましたね。え、同じようなことって。そういやお前、魔法と錬金術どっちがすごいと思う？俺は断然魔法だな。やっぱいろいろできるし。ああ？錬金術に決まってんだろ。なんてったって道具を作れるんだぞ、道具。ああ、やってたやってた。去年は結局、決着つかなかったよね。そうね。でも、私たちはもう2年生だもの。当然、わかってるわよね。魔法の方が錬金術よりすごいって。いや、錬金術の方がすごいよ。はあ？そう、まだ分かってなかったの。じゃあこの際白黒はっきりつけましょう。アカデミーの近くにちょっと強い魔物が出たって噂になってたのよ。そいつを先に倒した方が勝ち。つまり私が先に倒せば魔法がすごい。どう？わかりやすいでしょ？ちょっとソレル？なるほど、これは受けて立つしかないね。ソレルなんかに負けないようだ。言ってなさい。それじゃ、おっさけー。はぁ、また不毛な争いが始まってしまいました。クエストクリア。どの依頼にしようか。